練習がまあとても楽しかったというのが一番だと思います。で、その楽しさの中の特にやっぱ知る楽しさっていうんですかね、技を知る楽しさももちろんなんですけれども、違う国のその人のことを知るとか、同じ日本人だけれども違う県の人のことを知るとか、まあ、震災の方の話を聞く、知る。そういったなんか知る楽しさがたくさんあったっていうのが、子供たちの目は生き生きしていて、どの練習もとても楽しい練習になったなっていうふうな気がします。普段出会えない人が一人ここにいることによって、その人を目当てにしてというか、その人に会いたいからって、いろんな、こう、例えば今4で4チームぐらい人が来たらですね、ここで何か絶対生まれるんですよね。こういう縦の糸だけじゃなくて、こういう横の糸っていうかですね。普段出会えない人と出会える、で、そこでまた学べることがあるっていうのは非常に大きかったと思います。強化練習だと、例えばこの4チームが集まっても、どのチームが強いんだっていう発想になると思うんですけど、ある海外の人を呼ぶことによって、これは仲間になって、かつこことも仲間になってやれる合宿だったから、多分強化練習と全く違う、強くなるとかっていうより、なんか本当につながる練習、そういうふうなのができるっていうのは、やっぱり普段会えない人を呼ぶ良さじゃないですかね。とても楽しかったので、ぜひやってくださいってことですね。で、僕はまた12月と3月にやりたいなと考えているので、いけないのは本当に残念ですけど、ぜひともちょっとトライしてみてください。